どうもこの度 NMB48 の新メンバーになりました西森陽子です。よろしくお願いします。は同じ。よろしくお願いします。やらへんねん。怖い怖い怖い。お前入ってくる時ぐらいノックしろやボケ。ほんだらどつき回すぞ。常識がないんか。お前何歳や。怖い。15歳です。は15にもなってそんなこともわからんのか。しゃあないな。なんかわからんことあったら聞いてこいや。はい、あのすいませんでした。もういいよ別に。どれぐらいの強さでノックしたらいいかわからなくて。強さの問題。聞こえるぐらいでいいね。指痛いかなと思ったんです。すいません。指は痛ないよ。痛ないよ。早速なんですけども、はい、NMB48 で一番怒らせてはいけない人っていますか。わしや。やっぱりわしに決まっとるやろ。そうか。お前わしを怒らせたら鼻の穴の間をニッパーで切って鼻の穴一つにしてしまうど。うわ怖い。ごら聞いてんのか。ごらどつきますぞ、どつきますぞ。2回2回言うと。いいね。私いつかセンターに立ちたいと思うんですけども、はい、なんとかコールセンターとかそういうとこじゃないですよ。わかる。わかっとるわ。センター街とかいう意味でもないですよ。わかっとるわ。やっぱりセンター目指すべきですか。あほかふざけんなよ、はい、どつきますぞ。いやセンターっていうのはな目指すもんやないんや。聞いてんのか。はい聞いてます。すいません、はい、導かれるもんなんや。あ怖い。目指すだけでなれるんやったらわしも毎回センターじゃ。そうか。おい、はい、何を笑っとんじゃん。笑ってません。怖すぎて笑ってるように聞いて聞こえるだけで。すいません。わーわー言うな、はい、鼻の穴の間をニッパーで切って鼻の穴一つにしてしまうぞ。あれ先聞いたやつ。うるさい。先聞いたやつですか。そうや。聞き直すな。いいやろ別に。先言ってはりましたよねそれ。いいね。あいいんですね。あ、はい、そうなんですか。毎回言う感じですか。そうや。毎回怖い。アイドルやっていて一番楽しいことは何ですか。あ握手会かな。楽しいわあれ。へえ、うん、そうなんや。そうなんですね。そうやで。ケイチさんは休みの日はどんなことをしてるんですか。いや、段ボールをカッターで程よい大きさに切ってる。ニッパーちゃうんかい。あ、すいません。いいねそこは。それニッパーじゃなかった。段ボールやからな。これ。あ、そうですか。すいません。そうそう、はい、これで汗とか拭いたら気持ちいいぞ、お前もやってみろや。いやっていうか絶対やれよ。あおあおあよ。あ怖い。硬い。段ボール硬いですから。そんなことないやろ。柔らかい。やめてください。段ボール硬いですから。いいね。ケイチ先輩は、うん、お料理とかするんですか。あ夕ご飯は家で何を食べてるんですか。料理はせんな。学園の弁当を一つ勝手に持って帰ってチューハイを飲みながら食べるのが一番ええわ。そうなんや。安上がりやしな。弁当は味が濃いからええおつまみになるね。あ怖い。なんでついつい飲みすぎてしまうわ。お酒飲む。あはは。あ怖い。お酒飲みあるんですね。飲むよ飲むよ。あと聞こえてるしな。へえ、そんな持って帰るんや。持って帰るよみんな。そうですか。最後に私にアイドルとしてのアドバイスをお願いします。お前私より売れたらしばきますぞ。おうおう。あ怖い。あ怖い。